ザメン野球の YouTuber あどうでもそんなええけどええけどあポケドーの検証シリーズ日向坂46加藤志保打てる男など存在しないしなんなら二刀流もできちゃう説を検証日向坂46加藤志保2016年欅坂46通称ひらがな欅のオーディションに合格し一期生として加入現在はグループの名を改め日向坂46の一員として活動中センターポジションを務めた経験も持つ人気アイドルであるそんな彼女だが先日5月25日横浜スタジアムで行われた横浜 DeNA ベイスターズ対オリックスバファローズの一戦の始球式に登板左打者オリックス福田周平の背中側を通すワンバン投球となりこの結果には彼女も球審白井和幸ばりに絶叫しかしその後の試合では当時セリーグ最下位と苦しい戦いが続いていたベイスターズ打線が覚醒宮崎、大和、佐野がそれぞれ本塁打を放ち外に至っては2本のアーチをぶち込んで計5発横浜遺伝子湾岸キラ星軍団打線が大爆発を見せたそんなわけで勝利の女神という意味では素晴らしい活躍を果たした彼女だがでは始球式の後にそのまま先発としてマウンドに上がってもらうことができれば相手打線も優しさが邪魔をして打ち崩すことができず打線が奮起して横浜しか勝たん状態になるのではというわけで今回もパープルを使って検証まずは加藤志保のデータを作成基礎能力は低いがアイドルということでスタミナは高めに設定特殊能力は始球式の日に打線が打ちまくったということで勝利の星や過去に番組で殺人投法を見せたということで内閣無双などを習得させたそして殺人ボール1号という床に叩きつけるようなヤバいボールも習得また同番組でバッティングでも強打者の片鱗を見せていたことを評価し初球に強い一球入魂高めの球に強い高球筆打プルヒッターの証引っ張り屋など本人のイメージに基づいた特殊能力も習得そしてこの加藤氏を DeNA に投入しローテーションが回ってきた時には先発投手としてそれ以外はセンターポジションを守ってもらうことにするそれでは現実と同じ5月25日横浜スタジアムでのオリックスとの交流戦をご覧いただこうというわけで始球式を終えそのまま先発登板した加藤氏まずは先頭打者福田をライナーで打ち取り2番足立から三振を奪い続く吉田正尚も殺人ボールで空振り三振加藤氏素晴らしい立ち上がりで初回を無失点に抑える続く2回はピンチを作るも紅林をファーストフライに打ち取りこの回も無失点そして注目のバッティング第1打席しかしここは山岡のストレートに空振り三振3回は2アウトから福田周平にたまたまツーベースヒットを打たれてしまうがピンチで足立から三振を奪いここも無失点4回も2アウトからロメロがヒットを打ってしまうが宗をショートゴロに打ち取りスリーアウトこの裏の第2打席は片前速球がコースに決まり見逃し三振5回は紅林若月山岡をテンポよく抑え加藤氏は5回まで無失点しかしなかなか援護点が入らない6回も加藤氏は三者凡退に抑え打線の援護を待つ状態にするとその裏オリックスは山岡から伊賀に投手交代ワンアウトから大光がヒットを放ち出塁すると2アウト2塁になり加藤氏がこの日の第3打席に伊賀が投じた2球目を捉えるとピッチャー返しの打球は二遊間を抜けさらになぜかセンターを守っているロメロが後逸しこの間に二塁走者が一気に生還加藤氏まさかの自援後で先制点を奪うことに成功7回も佐
人ボールを武器に三者凡退に抑え、8回も簡単にツーアウト。だが代打ジョーンズはカトシのことをあんまり知らないのでヒットを打ってしまい、ここでカトシは予約ごめん。後を託されたエスコバーは待って投げてアウトを奪い3アウト。そして1点差で迎えた9回、抑えの三島がマウンドへ。だが足立、吉田正尚にヒットを許しピンチを作ると、ロメロにライト方向へ強い打球を放たれ、この間に走者が生還し、オリックスが追いついてカトシの白星が消滅。さらに2アウトとし、バッターは太田亮。センター前に落ちて打ち越しかと思われたが、桑原がスーパーキャッチ。現実では落球し懲罰交代を食らったカーロだったが、ここは勝ち越しを防ぐことに成功。するとその裏、柴田、オースティンが連打で一打サヨナラのチャンスを作り、バッターは外。フルカウントから金田の投じた球を捉えると、打球はライトスタンドに突き刺さり、サヨナラスリーランホームラン。カトシの登板試合で劇的な一発を放ち、 DeNA がなんとか勝利してみせることに成功した。そんなわけで現実とは違い投手戦となったが、最後は劇的な一発で勝利した DeNA。 そしてカトシは投打で活躍を見せ、説通り出る男は存在しなかったし、タイムリーも記録と、マジで二刀流で大活躍しそうな雰囲気だが、果たしてシーズン終了時には一体どんな成績を残しているのか。絶対的エースになっていた。なんと25試合に先発し、防御率 2.20、 15勝2敗という圧巻のピッチング。殺人ボールを武器にマジで打者を殺しまくっていた。アウトという意味で。さらに野手成績を見ても、143試合に出場し、打率2割9分5厘、31本、120打点ととんでもない成績を残し、今すぐにでも入団してほしいレベルの活躍をしていた。それに影響を受けたのか、佐野も打率3割5分4厘と高打率を記録し、ルーキー牧も3割超え、オースティンは怪我なく46本128打点という神助っ人に変貌するなど、恐怖の打線が完成していた。ちなみにカトシは最多勝と勝率第1位のタイトルを獲得し、マジで君しか勝たん状態に。だが10月1日の巨人戦では、始球式の時のような暴投を2つ記録するなど、制球に不安な面も覗かせていた。そしてシーズンの順位は巨人に惜しくも届かず2位。他のチームは圧倒的なゲーム差がついており、まさに巨人と横浜しか勝たん状態でした。それでは最後に、出演している番組の MC を務めるオードリーの2人と野球対決をしてもらおうと思う。まずは以前作成した投手春日と対戦。打者として出塁できればカトシの勝利とする。なんと出塁どころか春日のストレートを場外ホームラン。番組で見せたようなパワフルなバッティングを再現するかのように、春日の攻略に見事成功。そして残すは若林。たびたび若林にハマりたいと公言している彼女だが、しっかり打ち取って攻略なるか。
というわけで、やっぱりカトシは若林には弱いということが分かりました。カップに湯を注ぐ、しばらく蒸らして香りを放つ、君のコーヒー砂糖ちょうだい、砂糖ちょうだい、とにかくちょうだい、甘とやねん。